商工館。商工館は、江戸時代に、日立国にある、水戸藩が、大日本史を編纂するために置いた、収史局、史局である。水戸徳川家の聖史であった、徳川光国は、歴史学に強い関心を持ち、青年時代から収史事業を起としていたと言われる。光国は、聖史時代の明暦三年、1657年に、 江戸小間もめ別邸内のカジ小屋御殿に支局開設し、数人の局員と文行を設けて、収支計画に取り組んでいたが、関文元年、1661年には父、寄草の死去により、水戸藩主に就任し、その後は藩政や公務に忙殺されていた。この頃幕府では、本庁津岩の編纂事業が行われ、これに刺激を受けた三つ国は、支局を江戸小石川藩邸に移転し、 将校官と命名した。将校は、三つ国の命名で、春秋刺伝の森安城の後、明王高来、王子を明らかにし、内寺を考察するに由来する。支局には、三つ国記号による変額が掲げられ、五歌上の局員心得も記された。四官院は、全国各地に派遣されて、資料調査を行い、収支編算のほか資料収集の過程で立案された。 朝廷記録の編纂など、各種編纂事業に従事した。なお、三つ国記の司会員は、水戸藩出身者よりも、私分として取り立てられた、林や学派の呪者などの騎士者が中心となっている。修士事業は、天羅三年、1683年に、新鮮記伝104巻の完成を見るが、南朝を正当とする理念を固めていた三つ国は、 周期の延長と内容の不備を正すため終始事業は継続された。同年には新たに総裁を設置し初代総裁には、人見茂るが選任され、協力元年には、小石川判邸内の天神坂上に新館を設置する。三つ国は、元六三年、1690年に隠居し、西山荘での生活を送っていたが、晩年の三つ国は、 企伝以外の各種編算事業を中止させ、工程作業を次世代へ持ち越すなど、編算方針を変更させ、地下人を増強させる、当事業を促進させている。元六十年、1697年には、本議、百を本議が完成し、同年2月には残る列伝の完成のため総裁を、はじめ主要な地下人を、水戸城内へ移転させ、水戸商工館、水館、 三都市間を発足させた。三国の死後、修士事業は、聖徳5年、1715年には完了し、藩主、繋い田の裁定で署名が、第二本詞、聖徳本と定められる。これは、高官の主張した署名で、水官の主張する校長新詞との間で論争があった。聖徳本の完成以降にも、修士事業は継続され、共放年間には、 朝霞カタンパクが、教法本、第二本詩を完成させ、本期、列伝に続く、志、表の編纂が、懸案事項となっていたが、タンパクの死後に、終始事業は、実質的な休止状態となる。江戸後期の天明6年に総裁となった、立原水賢は、三つ国百年期に際して、記伝の交換を起とし、工程作業が進められる。立原と、藤田勇国は、 編算方針をめぐり対立を深め、これは、高官と水官の党派的対立に発展した、士官同様。この頃士官員は、水戸藩出身者が多くなり、著名な士官員には、長久保関須や藤田裕国、高橋博史室らがいる。商工官官員の中で、最高の地位は総裁である。創設当初はなく、天羅三年、1683に初めて置かれた。 最初の総裁は、人見茂るである。その後、官員の増加とともに、元禄年間には、複数となり、教法の始めまでは4.5人の定員を保った。しかし、その後、商工官の縮小とともに不定となり、一人も、おかれないこともあった。総裁は任命制であり、学祭のみで選ばれたわけではなかったが、いずれも当時の水戸藩を代表する学者であった。 国高は200国、または300国。格式として、大湾役、または湘南土役の職に相当していた、藩士の中では、中止程度。初期の頃は、他藩からの招兵者が多く、三国時代の総裁では、朝香丹白が唯一の水戸藩出身者である。江戸後期になると招兵者は減り、二代三代にわたって、司会員を務めた者もいたが、実力によって、 死分取り立てになり、総裁まで昇進した、富士勇国、水戸城下の古木章の小屋と田松岡、天皇、九時軍の章屋の子のように、一代で出世した例もある。幕末の水戸藩の動乱には、商工官の士官員も多く巻き込まれた。明治維新により商工官の廃止になるかとの噂も流れたが、大日本史の編纂事業が、 水戸徳川家の事業として続けられることとなったため、商工官組織も縮小しつつも継続された。明治期の著名な編集員は栗田博士である。明治39年、1906年、第二本書が完成。商工官の事業は終わりを迎える。明治40年、1907年、明治天皇から書物保存に役立てるように、時金一万円の貸しがあり。 明治42年、1909年には、皇后、証券皇太后からも3000円の歌詞があった。昭公館の所蔵した資料や文献は、三戸の現在の常磐神社の儀列館のあたりに、昭公館文庫として保存された。昭和20年、1945年8月、三戸空襲により昭公館文庫は焼け落ち、昭公館所蔵資料は、その大部分が灰となった。 あらかじめ避難させていた5分の1程度の資料が残り、茨城県水戸市にある、商工館、徳川博物館内の商工館文庫に引き継がれており、三国記号の変額なども所蔵されている。水戸市立第二中学校前の跡地が、平成27年4月24日に、文化庁より、日本遺産近世日本の教育遺産、学ぶ心、礼節の本源、 のストーリーを構成する水戸市内の文化財の一つとなることが発された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。